おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、9月じゃん？てかもうあとちょっとでさ、10月じゃない？なんか早くない？もう私びっくりしちゃって。いや、なんかさ、動画を作っててね、結構前の動画でかわかんないけど、ランニング？朝早く起きて、私昼夜逆転じゃなくて、もう規則正しい生活に切り替えたのよ。今月入って。で、朝早く起きて、まあ、何かしら運動をしてるんですよ。で、まあ、基本ランニング。で、雨降ったら、筋トレ。っていうので、こう分けてるんですけども、今月9月入って、朝早く起きる生活にこう切り替えてから、こう、最初の方は、やっぱ1日2日はね、うわ、1日長みたいな。こうやってやってたっけみたいな。なんかもう、久々すぎて。その前まではさ、ひどい時ほんと4時とか5時とかね、平均1時、2時、3時とかだから、ね、そんな人間がさ、朝早くから起き始めると、やっぱすごく長く感じたんですよ。だから、あ、これ、相当慣れるまで時間かかるだろうなとか、一日のその長さを改めて考えさせられた時に、うわ、長いだろうなと思ってたんだけど、今撮影日は3週間目なんですけども、ね、逆だった。昼夜逆転してる時の方が、夜になるのはあっという間なんだけど、遅かった。すぐ朝になるから、寝れなくて起きてるみたいな、なんて言うんだろう。まあ、時間的には変わんないんだけど、メンタル的にというか、そういう意味で、こう、活発的ではない感じだったの、やっぱり。早寝早起きして、朝活するようになってから、ちゃんと朝から活動するようになってから、こう、アクティブになったっていうか、掃除したいとか思ってたとして、だけどもう、だらけるみたいな感じなんだけど、やっぱね、早寝早起きしてからはね、もう、パッパッパッパ行動が早い。で、余裕もなんかあるから、そう。っていうのでさ、もう本当に最高って感じなんだけど、本日はですね、何かっていうと、朝早く起きるようになったっていうことと、ちょっと関連づいてる動画でございます。今日これ使うんだけど、ててれーん、ててれーん。はい。スケッチブックでーす。これ懐かしいさ、セカンドライブの時にさ、ほら、メットライフドームの会場のとこでさ、ラブライバーの人にさ、どの曲好きですかっていうアンケートを取るっていう企画やったんだけどさ、怒られちゃったってごめんなさい。あの時は本当に申し訳ないです。本当に。どの曲が好きですかっていうので、これわざわざ作ったんだよ。そう。多分ちゃんと動画でやったかな、わかんないけど。ね、こうやってね、ちゃんと一枚一枚印刷してさ、やばいよね、今考えれば。もう好きだからできるっていうことなんだね、これ。ほんと、実際に貼ってもらったからね、これ。こうやってね、すごいよね、これね。楽しかった。すごい楽しかったんだけど、スケッチブックを使った動画でございます。何かっていうと、まあ、朝早く起きるようになって、頭の中では、一日のスケジュールってこう、完成しているんですけども、こういうスケッチブックみたいなのに、自分の一日のスケジュール書いて、それをもとに、今後、生活していこうかなって思うから、この動画で、私の一日のスケジュールを立てるという動画でございます。やんなかった、小学校の時とか私、夏休みに入る前ぐらいに、あれはね、課題っていうか、まあ、宿題だったのか、それとも自発的にやってたのか、わかんないんだけど、円グラフみたいなのに何時に起きて何時にご飯みたいなのとか やんなかった。私やってたので、そういうの好きなんだよね。そう、ある程度ちょっといければいいかなみたいな、いけなかったらちょっとあーって思うかもしんないしみたいなね。そうっていうのだから、まあ、なんかそれを思い出したんで、ちょっと立ててみたいなっていうことで立てようと思います。今日はだからスケッチブックを用意いたしました。で、書いてくところは早送りとかにして、出来上がったらこうやります。まあ、悩んでるところとか適当に、まあ適当に見てください。これはいつもの日ってことだね。例外もたまにあるからね。動くの変わる日ってあるじゃん。で、私とかだってさ、急遽でもないけど、じゃあ例えばこの日だけ東京行くんだよなみたいなってなると、いつもと違くなって例外になってくるから、そういうのはもうなし、ね、で、私ちょっともうそろそろ言っていいかなって感じなんだけど、私今週1で習い事してんの。まあ、何かはまだ言わないわ。まずここに書き出すのはもう聖書みたいなもんだから、その前にちょっと一回整理しよう。はい、この無印のね、ノートに何時とかに起きたいかを書こう。
寝てる間は青がいいな。寝てるから。最近さ、絵にハマってて、まあもうずっと子供の頃から、ちっちゃい時からまあ絵は描くの好きだったんですけど、すっごい描いてて、最近息抜きに絵描くようになって。そう、まあ別に人とか描けないんですけど、無心になれるからさ、いいよね。うん、すごいいいなーと思って描いてます、最近。水色使ってるのが私一番好きな色っていうか、私のイメージカラーだよ。どうでもいいの、私のイメージカラーの話はどうでもいいんだけど、なんていうの、メンバーカラー、メンバーカラーのことだよ。私メンバーカラーは青だから、メンバーじゃないけど、うん、でも一応メンバーなんですよ。どういうことかっていうと、別に YouTube チャンネルでそういうグループ活動してるわけじゃないけど、電波弱者っていうグループ持っております。適当に作ったんですけど、私と森田ちゃんと小鳥で電波弱者っていうグループがあります。何にもしてないよ、別に何をするわけでもないんだけど、なんかね、私ね、ツイキャスかなんかで、結構昔のツイキャスに電波が弱くて、その時それで電波弱者ですねって言われて、え、何それめっちゃいいじゃんつって、でその時に私覚えてんだけど、その時にじゃあグループ的なものができたら電波弱者って言おうって言ったって、でそれで使ってます。はい、まあ別に特に何をするわけでもないですけどね、はい、別に今のところ何があるかってことはないですけど、二足歩行のタンポポになっちゃったまあいっか。ということで完成いたしました。長っ、私1時間ぐらい撮影し、1時間以上撮影してんだけど、やば。はい、ということで、まあスケジュールこんな感じになりました。9時から5時まで寝てます。で、ここら辺ちょっとわけわかんなくなっちゃったんだけど、5時に起床、5時半から6時に、運動でお風呂、あとストレッチとかありますね。まあ6時半までここら辺は活動してると。で、8時から朝ごはんを食べて、9時から仕事、12時まで。12時から2時まで休憩、お昼ごはん、いろいろやる。で、仕事をまた再開を2時から18時まで、はい、再開して、6時から寝るまでは自由時間。まあ、夜ごはん食べたりとか、他はゲームやったり、まあ、好きなことにしましょうっていう、こういう感じのスケジュールになりました。どう思うっておかしくない？まあ、だから、なったよっていうことね。うん。だけだった。うん。まあ、やるねって。いや、なんていうの？なんか、スケジュール立てるのって楽しくない？っていうことでございます。ってことで、最後まで見てくれてありがとう。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。ちょっとまだ書きたいな。君と終わらない